今月14日 JR 福知山線脱線事故の現場で列車が制限速度をオーバーして走行し ATS= 自動列車停止装置で緊急停止していたことが分かりました JR 西日本によりますと事故現場ではカーブの手前1 0 5メートルのポイントを通過する際速度が8 1キロを超えると ATS が作動しますところが今月14日午後5時過ぎ23歳の男性運転手の運転する快速電車が ポイントを85キロで通過したため ATS が作動非常ブレーキがかかったものの制限速度60キロを9キロオーバーしてカーブに侵入し緊急停止しましたけが人はいませんでしたあのカーブっていうのはすごい私たちにとってすごい恐怖のカーブだしそこでそういうことが起きるっていうのはゴンゴ同山だなと思って 運転手の報告ですけれれども考え事をしていていブレーキ操作が遅れたと事故現場で ATS が作動したのは初めてですが、公表しなかったことについて JR 西日本は、公表することで従業員が萎縮し、報告をしなくなることを心配したとしています。